南口市川塩浜駅は千葉県市川市塩浜2丁目にある東日本旅客鉄道京葉線の駅である。西船橋駅から武蔵野線に乗り入れる列車も停車する。駅番号は樹齢9。西船橋駅への連絡線である京葉線高安線の分岐駅であり。 武蔵野線直通列車は当駅から高谷市線を通り西船橋駅を経て武蔵野線に入る。当駅では便宜上、本線部のみが京葉線と案内され、高谷市線は武蔵野線と案内されることが多い。駅名の塩浜の由来は、かつて塩を制していた浜という意味である。江戸時代から明治にかけて、この地域には行徳園田が広がっていた。また、 すでに塩浜駅や塩浜三沢駅があり、重複を避けるため、駅所在地の市川市から市川の名を冠した。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。駅舎は高架下にある。新浦安駅管理の業務委託駅で JR 東日本ステーションサービスが受託している。自動券売機、自動改札機、自動生産機が設置されている。 2019年度の1日平均乗車人員は8086人である。開業後の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。アマゾンジャパンロジスティックス市川フルフィルメントセンター、配送拠点級日本国有鉄道時代に駅の南側に貨物奏車場を建設する計画が存在したが、実現せず国鉄の分割民営化の際に、 市川市側が買い戻しを要求して訴訟を起こし、千葉地方裁判所の和解勧告を受け入れて、1989年3月に市川市が3分の2、国鉄生産事業団が3分の1を持つ形で共有することで決着した。周辺は工場地域や倉庫外であり、住宅はほとんど見られない。これは都市計画法に定めた住居地域が 駅周辺に存在しないためである。用途地域で見ると、駅近辺の一部に商業地域や近隣商業地域があるものの、大部分は工業専用地域であり、住宅の建設が禁止されている。当駅近辺の住居地域は新居浜、日の出潮浜の各地区があるが、いずれの地区も当駅から1キロメートル以上離れている。また、口術の通り当たり駅を発着する。 路線バスはあるが、当駅は、快速通過駅であるため周辺住民は、同地区を貫く東京メトロ東西線の南行徳駅等を利用する人が多い。JR 線を利用する場合は、路線バスで、快速停車である隣駅の新浦安駅、もしくは総武観光線、都営地下鉄新宿線の元八幡駅まで出るケースが多い。周辺に勾配が少ないことから自転車を用いて、 当駅を利用する乗客もいる。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。